備長炭だ。気合入ってるなお前。おや、おい、窓を開けてくれる？一酸化炭素中毒が心配だからな。ここに通販で頼んだ無農薬有機栽培特約農家にて採れたさつまいもがある。中は黄金色に輝いていて、写真を見た時マジでうまそうだった。うん、昼飯に。俺はボーイスカウトをやっていたから、備長炭が相手でもへっちゃらですよ。すごいね。芋は大量に買ったからな。みんなも食ってええよ。残念だったね。それもそうか。シマくんって言ったっけ。なんだか面白い人だね。京介の友達？よかったね。京介には面白いような友達がいてくれるといいと思うよ。それじゃあね。
おはよう。ねえお兄ちゃん、私ちょっと思ったんだけど、マージでお父さんたちを助けることはできないの？おはよう。うん、あたしは打たれすぎてパンチドランカーになれるくらいタフだからね。クラスでも集めたよ。そりゃ申し訳ない、千尋恐縮っす。ねえねえ、すごいよ京介ちゃん。今も話してたんだけどさ、テレビ局が来てんの、すぐそこに。そうみたい。朝のニュース番組の中継だと思うんだけど。ここが映らないか、さっきから探してるんだけどね。まだわからないの。お母さん？ううん、特には。聞いたんだけど、すごい人だかりだったんだって。あー、映んないかなテレビ。ご心配をおかけしまして。じゃあそんなにひどい傷じゃなかったんだね。うん、そんなところ。やっぱ治療費高かった？寒波で足りるかな？それなりにしたけどね。まあしょうがないよね。そうね、お金で買えるものじゃないし。
はい。どうかした？見てなかったけど、拭かないの？私、見てたけど？私も。私も。何を？キャスターのズラでも飛んだ？え、それはないでしょう。というか、普通だったよね。変な京介ちゃんだな。なんか見たなら言ってよ。お兄ちゃん？どうかした？早く拭かないとシミになる。やっぱり変な感じがするもんだね。ズキューンって音しないらしいね。そういえば報道番組とかでもそうね。そうだね。人たちにお礼言わないと。
私も。はい、ありがとう。それじゃ後でエマちゃんのクラスにも行くね。うん。自分知ってた？ヒロッチって結構有名人なんだよ。学校で？そりゃ全国区じゃないけどさ。そうなんだ。だからカンパも集まったみたいなもんだけど。私の美貌はそんな罪作りなんだ。サンデーとか制服とかで有名なだけだけどね。いやいや、あ、もういなくなってる。ほんと、さっきまであんなに集まってたのに。よかった。マイク突きつけられたらどうしようかと思った。今日のお兄ちゃん、ちょっと違う。あんまり意識が向いていないみたい。うん、雰囲気が違うもの。じゃ、他のクラスにも行ってきます。